はい、今日は15歳で舞台デビューを飾り、役者生活14年、日本の演劇界をリードする現在28歳の俳優、藤原竜也さんです。藤原さんは現在公開中の映画インしてみる7日間のデスゲームで主演、時給11万2千円という大金を手に入れるため、男女10人が密室で心理戦を繰り広げ命を奪い合います。おい、実験中止だ、こっから出してみろ。非現実的な世界で過酷な状況に追い詰められる役を演じている藤原さん、これまでの自身の役者人生に共通する部分があったそうです。自分の場合も本当にわからないまま、演劇の最初、その寺山修司さんとか蜷川幸雄さんとかもそういう世界に入り込みましたから、その非現実的な空間に一瞬にしてこう入っていかなければいけない状況でしたから、おかしくなるんじゃねえのかなっていうぐらいなんか大変でしたけれどね。藤原さんは15歳の時に演出家蜷川幸雄さんに見出され、以来蜷川演出の数々の舞台に出演。今年5月にはイギリス・ロンドンで蜷川さん演出の舞台武蔵を上演。舞台終了後はスタンディングオベーションで迎えられました。演劇の国イギリスで四つ星と大絶賛されたんです。酒飲みすぎたね。全然。本当？今日もちょっと酒ばかり飲んでると勉強する暇ない。ちょっとって何？そんなこと言わないでくださいよ。ああ、そうだ。なんで俺つかせるの？今までの中で蜷川さんに言われて一番きつかったなっていう言葉なんですか？最近ね、きつかったことってないんですよ。肉もね、憎たらしいなって思うことしかないですよ。稽古などで厳しい言葉が飛んだ日はお酒の力を借りちゃうそうです。美味しい。お酒もよく飲まれるって漏れ伝え聞きますが、うん、もう大変。どう大変なんですか？ぐでんぐでんまで。でも翌日だって昨日何喋ったっけなっつってとか電話すると、俺も覚えてねえんだよとか言われると、そうだよな、じゃあ飲む意味なかったなとそんなお酒大好き藤原さん、以前輝き人のコーナーでも紹介した唐沢俊明さんが主催する飲み会にも参加するそうです。その名も不思議な飲み会、生き残ろう会みたいな。生き残ろう会何があっても生き残るぞって、分かりましたっていう。そこで藤原さんは唐沢さんのある言葉に感銘を受けたといいます。例えば役だとか、そこの位置だとか、そのこう周りの人たちだとかっていうのを掴むことっていうのは非常に困難なわけですよね。なんかすごい長い階段を登って掴まなければいけない、でもそういうものを手放すのって一瞬なんだっていうのをよく言うんですね、唐沢さんなんか酒飲むと。僕今日みんな来てるけど、離れてくるなんか一瞬だと僕思ってるから。え、こんなに今ものすごいたくさん来てらっしゃいますよ。本当にもう救急ですよここ。一瞬だと思う。そうやって仕事してるから自分。そんな藤原さんは今年で役者生活14年、役者としての心情を伺いました。僕の役者としての心情は、わがまま、友情、ドリーム、そしてマネー。おお、その心は。これは長渕さんの歌にあるんです。わがまま、友情、30周年の記念 DVD を作ったから、藤原君ナレーションやってくんないかって言われて、でさ、興奮しちゃって、こっちはもう本当に自分が大変だった時も嫌だった時も本当に迷った時とか、全部長渕さんの歌を聴いて僕は元気づけて、勇気づけられて、あの救われてきましたっつって、ブラブラって全部喋ったの、もうこれが最後だと思ったから、で本当にありがとうございましたっつって、長渕さんがそうかっつって、多いなんつって、ギター持ってこいっつって、なんかお前の瞳はまっすぐだそのさ、歌を作ってくれた僕に、まっすぐでよかった for you みたいな。本当ですかっつってサインくれてギター、カホにしまハーモニカもすごい、本当に好きなんですよ。長渕さんのメッセージ性が合うんですね。じゃあね、そうなんです。藤原さんも幼稚園の頃から
もずっと長渕さんの台本だな。それはすごいですね。幼稚園の藤原さんに何があったんですか。何が響いたんでしょうね。大人になったらね、なんかこう長渕ワールドと来るなってなるじゃないですか。幼稚園の頃からもうなんかシンパシーを感じて、でもずっと大好きだったので、もう大感激だったっておっしゃってましたけどもね。でもやっぱりあの長渕さんも瞳まっすぐだっておっしゃってましたけども、はい、藤原さん本当にいつも本音で語ってくださるという、 そうですね、そんな素晴らしい方だと、はい、飾らないですもんね普段からね。だから先輩にも尊敬されると思いました。